呪州は中国の行政区分の一つ。少書、海継ぐ編では、上古の中国の九州の一つに数えられている。その範囲は、おおよそ現在の山東省南東部とチャンス省の長江以北であった。紀元前106年、菅の武帝が全国を13州に分割し、各州に死死を置いた際、現在の山東省南東部とチャンス省の 長江以北に相当する地域に女子州支部を置いた。五冠に入って探検を周知とした。三国時代、魏は周知を北上に移転した。鋭家の乱により精神が滅ぶと江南を中心に闘神が成立した。闘神は、イガイ北の地を喪失したため徐州も北半分が失われ、周知は南へ移転した。百十一年には、 周知は慶口にまで南下した。南朝宋は421年に、助州を南助州と解消され、北助州を助州と解消された。一方、東進とは、ワイガを挟んで対立した五個十六国、及び南朝と対立した北朝諸国でも助州が置かれた。四世紀末から五世紀初頭にかけては十六国の各政権がそれぞれに助州を置いた。随発には、 女州は三軍七県を管轄した。607年に州が廃止されて軍が置かれると、女州は北上軍と解消され、下部に11県を管轄した。随代の行政区分に関しては下表を参照。621年、党が王世獣を平定すると、北上軍は女州と改められた。742年、女州は北上軍と解消された。 758年、北条軍は、助州の省に戻された。助州は、河南道に属し、北条、廃、省、等、豊宿船、下避の7県を管轄した。僧の時、助州は、京都西寺に属し、北条、廃、省、等、豊の5県を管轄した。元の時、助州は、北徳府に属し、将県1県を管轄した。 1381年、民により助手は直霊州に昇格した。助手直霊州は南直霊に属し、省、廃、豊三の4県を管轄した。1733年、清により助手直霊州は助手府に昇格した。助手府はチャンスー省に属し、直属の道山、省、廃、豊三の5県と州に属する宿船。 姉の2件、合わせて17件を管轄した。1913年、不正廃止に伴い、助手府も廃止され、その淵のあった場所に、銅山県が設置された。助手海戦で、日本軍により陥落した後、王朝明政権が、銅山県に、助手市を置かれたが、助手の名が復活している。随所地理市で、旧当所地理市一、宋市地理市一、厳市地理市に。 民主地理シ1、新思考地理シ5、ありがとうございます。